さて、それでは今回は帰ってきたバカ息子さんにお邪魔したいと思います。今回はどんなナポリタンをご紹介いただけるのでしょうか。それでは早速行ってみましょう。店内に入らせていただきましたけども、すごい昭和レトロな感じで、そうですね、なんかすごい、そうですね、落ち着きますよね。そしてこのお店なんですけども、生ライブで演奏していただけるっていう日があります。でちょうど今日この日が生ライブの日で、すごく癒される演奏を聴きながらナポリタンをいただきたいと思います。ただナポリタン2つ来ましたよね。そうなんですよ。実はバカ息子さんはナポリタンはメニューにはないんです。でもナポリンピックのため作ってくださったんです。温かいうどんでナポリタンと、冷たい、その名も冷やしナポリタン始めましたです。ナポリタン2つあるんですね。そうなんですよ。では早速、はい、いただきたいと思います。いただきます。いただきましょう。はい、こちらの温かい方のうどんでナポリタンなんですけども、本当に温かいうどんがもちもちしてとっても美味しいです。いただくのはどうですか。はい、まあ、冷麺というところで女性にもすごく、好かれるところかなと思います。あとはやっぱりさっぱりしてて野菜も入ってるので栄養も抜群かなと思います。現在ナポリンピック in 堺で2022絶賛開催中でございます。9月30日までとなっております。皆さんスタンプの方を集めていただいて、こちらの豪華景品をゲットしていただければと思います。私がいただきました、こちらのうどんでナポリタン、ビールに最高です。こちらのナポリタン、インスタ映えして、女性には、受け間違いないです。皆さん帰ってきたバカ息子さんにナポリタン食べに来てください。お待ちしてます。